ゴアッパーゴゴーダムは、1976年4月4日から、同年12月29日まで、朝日放送や、ネットテレビで、全36話が放送された、タツノコプロ制作のロボットアニメ。放送日時は、第1話から第23話までが毎週日曜日19時19時30分、第24話から第36話までが、 毎週水曜日18時18時30分、タツノコプロ初のロボットアニメであるとともに、女性がリーダーになった初のロボットアニメでもある。少年たちによって結成されたグループが悪と戦うという設定は、タツノコ作品では、科学忍者対ガッチャマンや吉田達夫、くのり一平の漫画作品にも多く見られる。 主役ロボットのゴーダムと共に活躍する主人公たちを中心として明るい主題歌とシチュエーションを持つ作品だが物語にはシリアスな要素も含まれており中には後味の悪い結末のエピソードも存在する放送途中で日曜夜から水曜夕方に移動制作局の朝日放送とキー局のネットテレビの全国ネットワークの編成事情により 制作局が朝日放送からネットテレビに変わっている。後半はゴーダムを合体ロボットとして活躍の幅を広げようと手こ入れが行われたが視聴率は回復せずにサンクールで終了した。本作以降、ネットテレビテレビ朝日でのタツノコ作品はテレビ朝日制作では昭和保存史赤抜け一番まで9年間、朝日放送制作では光の伝説まで10年間。 それぞれと切れている。また、本作に限らず、ネットテレビテレビ朝日系列で放送された、タツノコ作品は、視聴率で苦戦した作品が多い。タツノコプロが所有する資料によれば、平均視聴率は4.1%。ちなみに、日曜19時台前半枠に、アニメ番組が放送されたのは、朝日放送では1956年12月に、 開局して、以来初めて、ネットテレビでは1962年1月に終了した、続々陳見ハックル以来14年3ヶ月ぶり。本作タイトル及び少年たちのグループ名の、ゴアッパーとは、ゴド同すなわち、5人のコアッパである。当初から5人の少年少女を、主役級の扱いとしていた本作の名称は、企画時に、アバレンジャーが、候補として上がっていた。 この名称は本作の初回放送以前における番宣メディアのいくつかで用いられている。その後、1981年放送のタツノコ作品ゴールドライタンの企画タイトルとして使用された。なお、正式な番組名として使用された2003年放送のスーパー戦隊シリーズ第27作爆竜戦隊アバレンジャーとは無関係。 前期オープニング映像には、カットの順番にミスがあり、ゴーダムがホーガンダーを発射するとネンドロイドたちが、ミサイルの爆発で吹き飛び、ゴーダムがミサイルを発射するとネンドロイドたちが、ホーガンダーで叩き潰されている。劇とも音楽には、本作と同じく、ボブ・サクマが担当した、宇宙の騎士テッカマンのものが一部流用されている。ストーリーの展開上、ゴーダムは、 シリーズ途中で合体ロボットとなるが、ゴーダムの玩具には発売当初から合体、変形機能が備えられている。色指定を担当した岡島国都市によると、ゴーダムの配色は当時の宝の社長がタバコの銘柄であるラークの配色をそのまま用いたものであるという。1990年代中頃に LD ボックスが2005年に DVD が発売された。 発売元はコロムビアミュージックエンタテインメント。皇帝、地獄ダーが、指定魔人を率いて、地球侵略を開始した。探検がてら潜入した、無人島、キカオ島で、巨大、ロボットゴーダムを発見した、ようたち5人の少年少女、ゴアッパーゴア、国際機関の一員、島仙太郎の協力を得て、地獄ダーと戦う。前半は暗躍する。 ドロンジャー軍団とゴーダムの孤独な戦いを描くが、後半は地底魔人の存在が白日のとにさらされ、地上各国軍の参入で地底と地上の全面戦争になっていく。江戸市のとある団地に住む仲良し5人の少年少女たちで結成された冒険集団。危険な大渦に囲まれて上陸困難な気化をしまいの冒険でゴーダムを発見したことから、 地球を守る戦士となる。このことは、家族や学校にも秘密である。ゴワッパー号の面々は全員、お揃いのつなぎ風のファッションと、おかっぱの髪型の姿で登場する。武器として駒型の飛び道具である、スパークトッパーや森を内蔵した、ゴワッパーガンを携帯している。了解を意味するコールとして、ゴーダムが使われる。指定魔人で構成された軍団。 以前から存在していた地底人の国を地底魔人の皇帝、地獄だが支配して結成された軍事組織である。劇中、実際に地底国に行った島とゴーは、ドロンジャーに抑圧される一般の地底人たちを目にしており、後に地底人のロマンダにより地上侵略は支配階級である地底魔人の方針であり、地底人の総意ではないことが語られている。 作戦は皇帝地獄ダーや総司令官のもと極秘裏にネンドロイドや巨大メカによって行われさらに地上から科学者などの人間をさらって奴隷にするそして用済みになった者や秘密を知った者は老若男女問わず事故に見せかけて抹殺されてしまう工作によって巧妙に情報操作もされておりシリーズ前半では その存在はゴアッパーや協力者にしか知られておらず、地底魔人の実在を周囲に訴えても信じてもらえなかった。シリーズ後半、地底魔人の存在を知った地上側によって戦闘は全面戦争の様相となり、さらに国際気候師団が地底魔人の正体がバクテリア生命体、地底バーであることを突き止め、地底バーの遺伝子を破壊する地底ミサイルによる 殲滅戦が実行に移される。お笑い博士が地底魔人と戦うために開発した全高30メートル重量5000トンを誇る巨大ロボット。頭の内部が広大な操縦席検視霊室となっており、上高は足先のほか丸ごとドアとなっている微部分からも行う。5アッパーの基地でもあり、全高30メートルの機体ながら内部に 各マシンや強化パーツを製造可能な非常に高い生産能力を持つ工場施設も有する。鈍重な外見だが高い機動力を持ち、それを活かした格闘戦で敵を倒す。大洗博士の意思を目数のように記録しており、コックピット中央にあるシートから博士の立体映像が出現、5人に指令を出す。また乗員なしでの自立行動が可能だった。 第23話で、メカズノーが大破、以後大洗い博士の意思が現れなくなり、5人は、残された設計データから、ゴーダムを改造し、独自の判断で戦わざるを得なくなった。物語終盤、地獄ダーを倒した、際の衝撃で回路が回復し、ゴアッパーたちへのねぎらいの言葉を久々に発した。ゴーダムのデザインは当時、 タツノコプロに在職していた大河原国夫によるもので大河原がデザインした初の主役ロボである。当時のアニメ作品の巨大ロボに比べ武骨で重々しいデザインは前年に制作された作品宇宙の騎士テッカマンの脇役ロボであるペガスに共通する。また他の合体ロボと違いメンバーの個別マシンとは別に成立しているため5人が 揃って操縦する場面はそれほど多くなく、留守番しているメンバーが単独操縦で巨大メカを倒したこともある。メンバーが出払ってる時も大笑い博士が独自に移動、戦闘を行ってゴアッパー号を助けたりと臨機応変に運用されている。武器他にもパンチなどの格闘戦を行う。メカチェンジ第23話でのドックガーンとの初戦闘により、 コクピット周辺が大破。メインコンピュータとの接続が途絶えたのを機に、第24話で修理と同時に強化される。A1、A14 番の設計化セットや、コンピュータによる設計図により、内部工場でパーツを製造し、手足を切り離した上で胴体部から射出した核、パーツと合体する仕様に変更した。同時に、コクピット周辺のレイアウトが一新され、 各形態時に対応できる、要360度の方向転換が可能となった。状況によってはパーツを分離して、別の形態にチェンジすることもある。ゴアッパー号の専用マシン。普段は、海岸のナンパ船に格納されており、アメフトのユニフォームをモチーフにしたスーツに着替えた彼らが、操縦して、キカオ島まで移動。ゴーダムに格納され、移動や戦闘に使われる。 主題歌シングルは1976年4月発売。挿入歌の初出は1976年8月25日発売のテレビ漫画、人気者デラックス5。全曲とも、作詞、若林一郎、作曲、小林亜生、編曲、青木望む。OP 映像は、第24話以降一部変更。ED 映像は、前半が、静止画像で、 最後に登場する号のポーズは、マッハ555の OP 最後に、主人公、三船強が撮ったソレのオマージュ。後半は、動画で指を鳴らすシーンや、ゴーダムの鼻の部分のハッチが開くときにそれぞれ、効果音が入っている。制作局が、ネットテレビに変更後と、放送時間が、水曜18時台前半枠に移動後は、一部の、つぼねが遅れネットで放送。 あるいは途中で放送を打ち切り、本放送終了後の再放送扱いでの集中放送へ移行したネット曲も存在している。本作は、タツノコアニメとして初めて宝がメインスポンサーになった作品であり、同社からソフトビニール製人形や各マシンの玩具、ミクロマンのようなアクションフィギュアなど各種玩具が発売された。シリーズ後期には、 マグネモシリーズも発売された。当時の宝の宣伝によると本作はマグネモシリーズの第2弾で、マグネロボがキーンは第3弾。番宣 CM は比較的初期より流れている。大ヒットした鋼鉄ジーグシリーズのそれとも互換性のある磁石の関節で手足を脱着し、ドラゴンなどのパーツに付け替えられるようになっていた。A 代からはプラモデルが発売されていた。 昭和の音からは、関連文具やお面なども発売された。最近でもゴーダムの玩具が発売されており、アートストームから、ES 合金が、エボリューション等より、ダイナマイトアクション、が発売している。ダイナマイトアクション。シリーズでは、ゴーダムタイガーや、ゴーダムスカイハイ、ゴーダムモーラーまでがすべてラインナップされここに来て、初めて全形態が立体化されたことになる。 ありがとうございます。